どうも、戦国係長の成です。今回は群馬県藤岡市にある平井金山城を紹介します。平井金山城は群馬県にある山城の中でもトップクラスに大規模なお城です。ですが、お城の歴史、構造には多くの謎があります。例えば見てください。金山城ではこんな石垣が見られます。一体どうしてこんなものが見られるのでしょうか。その謎はお城の専門家の中でも今でも議論となっているような難しい内容となっています。今回はそんな専門家の頭を悩ます金山城の遺構と歴史を、現地を歩いたり地図を使いながらその謎に挑み、平井金山城の隠された秘密を解き明かしていきます。この動画を見ることでお城散策の醍醐味と歴史の奥深さを改めて体験することができます。金山城を歩きながら一緒に謎を解いていきましょう。このチャンネルでは関東のお城100カ所以上紹介しているお城好き会社員戦国係長の成がお城の魅力や情報を発信しています。まだチャンネル登録がお済みでないという方はこの機会にぜひ登録お願いします。平井金山城は群馬県は藤岡市、神流川の支流、鮎川の西側の山に築かれました。金山城の北東1キロの麓には平井城があって、金山城は戦の時にこもって戦う爪の城だったと考えられています。現在残っている絵図にも平井城から金山城へ続く道がはっきりと描かれていて、2つのお城の関係性を示しています。平井城は別の動画で詳しく解説しているので、この動画と一緒に見ていただくと地域の歴史をより深く知ることができます。平井城からのルートを考えると、金山城の大手正面玄関は北側だったと考えられます。標高300メートルの金山山頂を本丸として5つの尾根に向かって曲輪が展開しています。現在見学できるのはこの部分で、隅々まで見学すれば 1,2 時間楽しめる山城となっています。急峻な山腹を通る登山道となっているので、足元に注意して登らなければなりません。尾根をざっくり分断する堀切りや何度も曲がりながら侵入する小口は、攻め手目線としても城兵目線としてもとても見応えがあります。今示されているポイントはこれからじっくり解説していくのでお楽しみに。それにしてもこれほどの山城であれば、群馬を代表する山城として筆頭に上がってきてもいいくらいなのに、なぜほとんど知られていないのでしょうか。その理由はお城の歴史を見ると分かってくるので、築城時期から見ていきましょう。永享10年、鎌倉久保足利持氏が関東管領山内上杉憲実討伐を命じます。憲実は鎌倉から平井に転居、この時に平井城の前身が築かれたと思われます。その後上杉氏は5代100年ここを本拠とします。この時点では金山城の存在は明らかになってはいません。平井の周辺には高山氏、小林氏などの有力な国衆が控えていて、上杉家を支えました。天文15年、川越城で行われた北条氏との戦いに大敗し、これによって関東管領上杉家と久保足利家は急速に弱体化していきます。まさに旧権力体制の崩壊とも言えるかもしれません。川越合戦以降は北条氏の勢力が増していきます。金山城の本格的な築城は、そんな北条氏の攻勢が本格的に始まった頃なのではないかと思います。築城時期がはっきりしないこと、山内上杉氏という上杉謙信や織田信長が活躍する前の世代のお城であったことが、金山城があまり知られていない理由なのかもしれません。であれば、むしろどんなお城なのか気になってきますよね。ここからは現地へ行って技巧的な山城の遺構をその目で確かめに行きましょう。金山城への見学は大手とは反対側の日野小学校側にある駐車場を利用します。公共交通機関でお越しの方は群馬藤岡駅からバスで20分ほどになります。
駐車場からは登山道となっていて、尾根まで一気に登ることになります。かなり急斜面なので大変ですが、ほぼ最短コースで登るので15分くらいで登りきれます。登山口から5分くらい登っていくと開けた空間に出ます。たくさんの石垣で仕切られていますね。これはいつ頃のものなのでしょうか。巨漢跡にも見えるし、後世のもののようにも見えます。この辺はお城好きの中でも意見が分かれるところだと思います。こんなところまで石垣が築けるくらい、金山城ではたくさんの石が切り出せたんですね。ちなみに金山、金山と言っていますが、群馬に金山城は太田市にもあります。どちらも金山と呼ばれた山に由来していますが、なぜ金山と呼ばれるのか皆さんはご存知でしょうか。金山とは鉱山とか火事に関わる人々が祀った金山神社に由来します。お城の南西の地区は多々良沢と呼ばれていて、木炭窯跡が見つかっています。おそらくこの木炭を製鉄に使用していたと思われます。太田の金山城の周辺からも古代の窯跡がたくさん見つかっていることからも、金山の地名の由来が共通しているのかもしれません。さあ、最初の尾根まで来ました。丸一の尾根の先端は最も東に位置しているので物見台だったと考えられています。眼下には平井城が広がっています。とても気持ちがいいですね。たまたま地元の方にお話を聞くことができました。最近までここも木々で覆われていたそうなんですけど、せっかく物見台って名前なんだから周りがよく見えるようにしたいとのことで、このように整備してくださったそうです。ありがたいですね。堀切です。やっと山城らしい遺構が来ました。金山城には5本の尾根筋がありますが、どの尾根にも必ず堀切りで遮断しているポイントがあります。このようにはっきりと堀切りを設けて、城内との明確な境界となっていたと考えられます。一見ただの斜面に見えるかと思いますが、これも防御の工夫なんです。斜面がブツブツ途切れているのが分かりますか。これは敵が斜面を登れないようにするため、崖のように斜面を削る切岸というお城の防御施設になります。途中にできた平場はその過程でできたもので、上から見るとひな壇のようになっているのが分かります。こうした平場をクルワと言います。上のクルワから見るとクルワの段差が分かるのと同時に、ルートがいちいち回り込んでいるのも分かりますか。これももちろん守りの工夫で、城兵に対して横を取られる格好になっています。よく作り込まれたルートです。素晴らしいですよね。その先の細長いクルワも何もない道なんですけど、南側の斜面を見てみてください。そこにはクルワと並走するクルワ、コシグルワがあります。コシグルワも切り岸を作るときにできるクルワになるので、ここの斜面も削ったんだなってことがわかります。ここも左手を掘り込むことで土橋のようになっていますね。通路を狭めています。本丸は金山の最高所で326メートルにもなります。本丸には周辺のお城への距離とか逸話の立て札が立てられています。一つ一つ見るのがとても楽しいです。あちらには4つの尾根が広がっています。真下に見えるのが大手方面から本丸へ登る最後の出入り口になります。これが守りの最終地点になっていて、城内で
最も強力な守りが敷かれた場所になります。両サイドが掘り切られているので、土橋を渡らなければ先に進めません。出入り口の外側から見ると、その堅固さがよりわかります。内側の方が高くなっているので、上から反撃されるのと、内部に入っても道は二手に分かれ、さらに本丸からの集中攻撃にさらされます。合戦になれば、あそこに城主の上杉憲政が詰めていたことになるんですね。果たして北条氏はここまで攻め込むことができたのでしょうか。川越城の敗北以降、情勢は一変し、小田原城を本拠とする北条氏からの攻撃が激しくなります。天文17年には、上杉氏重臣の小林平次郎に対して、小畑氏の撃退を称する書状が残っています。ちなみに小畑氏は、神羅町の国峰城を本拠とする一族で、後の武田氏の精鋭部隊、赤備えの武将の一人として有名です。ですがこの時期は、北条氏に従属していたようです。他にも忍城の成田氏、大高金山城の由良氏などの武将が次々に北条氏方について、上杉方の武将はどんどん減っていきました。仁王強化中堅文史という商業の中に、身延山の日女という僧が書いた記述があります。それによると、武蔵との国境は紛争の真っ只中で、危険から逃れるため日女は寺を出て利根川の中洲の小島に避難していたそうです。しかもその小島には、周辺の人々が数千人規模で避難していたと書かれています。避難生活は長期にわたっていたようで、日女は小屋を作って生活していたそうですが、あまりに狭すぎて、教本を書写するスペースもなく、立ったまま書写していたとのことです。時々隙を見て寺に戻って、また島に帰ってきたともあります。天正20年冬、北条氏康は本格的な侵攻を開始。翌21年の3月までに金砂御嶽城を落城させます。金砂御嶽城は神津家の国と武蔵の国の国境にあるお城で、平井城防衛において重要拠点だったため、ここを失った衝撃は相当なものだったはずです。同じ頃、名和氏が北条氏に従属すると、葛西の州と呼ばれる群馬の有力戦国武将たちがこれに加わってしまいます。とどめに上杉氏の上回り州まで裏切ったことで、上杉憲政は平井城を放棄することになります。この後の憲政の動向はよく分かっていませんが、龍円寺年代記によると、天文21年正月10日、憲政平井を出る北州越山とあります。正月というと、まだ金砂御嶽城が落城する前になりますね。御嶽城まで敵に攻め込まれたことを知って、早々に諦めて平井城を出てしまったのでしょうか。その後、北条氏康は平井城を落城させ、上杉憲政は各地を転々とした後に、越後守護代の長尾景虎を頼って神津家から退去します。以上のことから、壮大な規模を持った金山城でしたが、その強さを発揮するような合戦は行われなかったようです。永禄3年8月、上杉謙信の関東出陣の際も、平井の地はあまり重要視されていなかったようです。それは戦略的なものなのか、平井城落城の時に北条氏によって破却されてしまったのか、理由は分かりませんが、平井金山城は平井城とともに廃城になったと思われます。白チューブ公式 LINE アカウントですね、作りました。皆さんですね、白チューブのチャンネルに来て見たいお城を検索、なかなかすぐ出てこないってことありますよね。あります。トーク画面で見たいお城の動画をコメントしてもらうと、すぐ来るね。すぐ来ます。動画の URL ですね、これを押してもらうと YouTube の動画に飛べると、これちょっとお友達登録してもらえると、まあ、楽に動画が見れるかなと思います。概要欄の方にありますので、お友達登録お願いします。お願いします、はい、西の尾根には水の手があります。山の山頂に水を確保できることはとても貴重です。
ここも堀切りと土橋があります。土橋はあえて土を残して通路にしたものです。両サイドは斜面に向かって延長されて縦堀になっていたのでしょうか。それとも斜面はかなりの傾斜なので縦堀にする必要もなかったのでしょうか。井戸曲輪に来ました。井戸跡はかなり大きいですね。しかも岩をばっくり割ったようなスペースになっていて、雨水も溜められるようになっていたのでしょうね。この大きな岩にはノミのようなもので打った跡がたくさん見られます。皆さんも顔を近づけてよかったら見てみてください。さあ、これで平井金山城は終わりと思った方、ここで動画を閉じるのは早いですよ。もう一つ絶対に欠かせない場所があるんです。尾根を途中で北に向かって腰車を降りてさらに進んでいくと見えてきます。こちらは公園の外になってしまうからでしょうか、途端に整備がなくなってしまってますね。ここです。冬でもかなり草木が多いので分かりにくいですね。ここはゴルフ場の建設に伴って行われた発掘調査でたくさんの遺構が見つかっています。まずはここです。よーく見ていけば分かるかもしれませんね。この石は上から転がり落ちてここにあるわけじゃないんです。これは縄文の礎石です。このように縄文の礎石が並んでいるのがわかります。今でこそ立派な堀切りだなって思いますが、当時はそんなもんじゃない、敵を圧倒するような縄文があったんです。で、ここが矢倉台で、門に迫る敵はここから狙い撃てたかと思います。いいですね。しかも発掘調査によると、遺物は山の内上杉氏に関連する瓦家が見つかっていて、やはり歴史の通りの成果が上がっています。また縄文は火災に遭っていたことも分かっています。最後にこの石垣です。車の側面を数段の石垣が積まれています。あえて鉢巻きのように積んでいるのか、それとも積み上げている途中なのか、積まれた石はちょっとサラサラした感じで色もベージュっぽいですね。砂岩系の石材ですかね。砂岩というと近くでよく採れた牛伏砂岩という石材かもしれません。この石材は周辺にある五輪塔とか宝鏡院塔の石材として使われているので、もしかしたらこの地には牛伏砂岩の石工集団が存在していたかもしれません。こうした石垣は関東の他のお城でも見られますが、一つ不思議な点があります。それは作られた時代です。もし平井金山城が山の内上杉氏のお城で、史実の通り天文21年に廃城になったとしたら、他のお城の時代よりも20年も前に築かれていたことになります。ちょっと不思議ですよね。上杉氏の築城技術は埼玉県の杉山城でも発揮されていて、関東のお城研究は大きく進展したと言えるかもしれません。いかがでしたでしょうか。金山城の歴史、遺構を知った上で改めて一つ一つの遺構を振り返っていただければと思います。皆さんが感じたこと、コメントで教えていただけたら嬉しいです。で、まだ疑問が残っているという方にはぜひ一度現地を訪れていただきたいですね。今日の映像はあくまでも僕の視点、戦国係長視点です。皆さんが実際に遺構を見ればまた違った光景が見えてくるかもしれません。金山城行ってみようかなと思った方のために、僕がおすすめする金山城の途上プランを最後にお話しします。まずは麓にある平井城。ここは遺構としてはほんの一部なので歩くっていうほどのポイントはありません。ですが、僕が前に動画を公開している通り、町全体を歩いて関東管領上杉氏のお城を体験できる数少ないお城になっていて、歴史を感じられるポイントいくつもありますので、じっくり見学することをお勧めします。そして平井城、
金山城のことを深く学ぶならここ藤岡歴史館です。ここは白石古墳のすぐ近くにあるので、古代の歴史からまとめて学べる超濃厚な時間を過ごせます。しかもこれらのポイントは群馬藤岡駅からすべてバス1本で行けちゃうところです。日帰りであればがっつり楽しめる1日になるかと思います。おすすめです。他にも近くには国峰城と小畑の城下町もありますし、前に紹介している山名城とか根小屋城、神津家賛否も含めて1泊2日プランなんかもいいかもしれません。あと一号山城からそのすべてを山の上から眺めるっていうのもいいですね。このチャンネルでは今後もお城の情報と知識を分かりやすく発信していきます。皆さんの住んでいる県のお城とか気になるお城が登場するかもしれませんので、見逃さないよう登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次のお城でお会いしましょう。